とこのゆかりさんがですね、佐野丸くんのテーマソングを作ってらっしゃると。どうして？オフコース、オフコースはね、もちろん佐野ブランド大使っていうのにね、まあ、任命されてもう何年もやってるんですけど、はい、その佐野ブランド大使に任命された次の年に佐野丸が誕生したのね。誕生からの付き合いでね、もうマブダチなんだよ。マブですか、じゃあ。はい、でこれ栃木のね、あのお祭りで、ね、今年やったんです、はい、佐野丸温度。佐野丸温度、はい、これをゆかりさんが作ったんですか、はい、そうです。これ作ったのはね、女性以外では佐野丸だけ。あ、佐野丸よかったね。本当か嘘か分かんないけどね。どっちなんですか、ゆかりさんも。佐野丸どうで、曲の出来は最高。うん、よかったです。そうそう、喜んでますね、佐野丸も。うん、もうね、佐野丸、今度は佐野丸温度のね、あの改訂版作ろうと思って。改訂版、1位になった記念にね。あ、改訂版か。うん、いいですね、佐野丸。よかったよかった、うん、ね、じゃあ今日はですね、ゆかりさんと佐野丸が佐野市の美味しいおやつを紹介してくださいます。こちらです、あらいやの味噌まんじゅうです。あらいやは佐野市で80年以上続く老舗のおまんじゅう屋さん。創業当時から作り続けている味噌まんじゅうは、秘伝の味噌が香る生地とさっぱりとしたあんこの組み合わせが絶妙。年間130万個以上販売するという人気商品です。地元の方はもう、俺はね、佐野じゃ知らないやつはいない。あ、そうそう、ほんまに佐野ブランド大使か味噌まんじゅうかって言われてどっちなんですか、これ。ちなみにさ、はい、つぶあんとこしあんどっちが好きですか。俺つぶあんが好きです。つぶあんです、ね、はい、こしあんです。つぶあんだ。あ、どっちだ。こしあんだ。こしあん好きな人はエッチな人が多い。ちょっとハチエさん、やめてよ。朝からバレました、バレました。ね、そのデータどっかで、まあ、いろいろ分析してね。セリナはこしあんだと思ったけどね。饅頭ね、あの味噌が入ってて、いやね、味噌プリンっていうのを開発してて、これもおすすめなんですよ。いろいろあるんですね、うん、これはもうね、なんていうの、一番の売りですよ。おいしい、アラリアの中でね、しみじみ、うん、いい香り、はい、これ食べやすいな、これ、ほっとします。さあ、続いては本日の緊急企画に参ります。こちら、今日からできる冬のベランダ菜園講座。家庭菜園にハマってらっしゃる、もうずっとやってるんですけどね、最近はね、あんまりこう手間かけられるなくてね、ベランダでやる家庭菜園。あ、何を作ってるんですか。あ、昔はね、トマトとかやってたんですけどね、トマトを作ると子供がまだ1歳ぐらいの時、はい、赤くなる前にね、実を取って食っちゃうんだよ。あら、まあ、いいんです、またそれも幸せな写真が。そう、取ってるでしょ。本当だ。でね、まあ今はベランダでできたりとか、そういう、 こう手軽な家庭菜園をね、やりたいなと。でも冬ってなかなかなんか難しそうですね、家庭菜園って。そうですよね、寒いからね。そうなんですよね、うん、というわけで今日はですね、冬でもできる家庭菜園のテクニックを教えてくださる先生をお呼びしております。園芸家の木村正典先生です。先生、先生お願いします。皆様、今日先生ですが、少し前に出ていただいてすみません。今日はいろいろ冬でもできるテクニックを教えていただきたいと思います。さあ、こちらにご用意いたしましたが、ベランダ菜園ではまず先生、何を栽培するのがいいんでしょう。そうですね、大きな野菜はちょっと手間もかかりますのでですね、今回はこのベビーリーフっていうですね、小さい葉っぱの、本葉が 2,3 枚出たらもう食べられる野菜を用意しました。どんな葉物野菜でもですね、ベビーリーフになります。ベビーリーフ、ベビーリーフ、決めてるベビーリーフです。今日種まきすればですね、もうクリスマスに食べられます。クリスマスのサラダに間に合います。間に合っちゃうんですか。はい、すげえ。すごい。さあ、ではまずは種まきの準備をします。先生、まず用意するものは何でしょう。はい、このようなですね、10センチ以上深さがあればですね、どんなプランターでも構いませんので、はい、こういうのを用意してください。10センチ以上、はい、であんまり浅いとですね、ちょっと手間かかっちゃう、あの水やりの手間かかりますので、これぐらいあれば大丈夫です。もう大きなものでも大丈夫です。深さが大事ということですね、はい。さあ、ではここでプランターのベランダ菜園で失敗しないためのポイントがあるそうなんですが、土は必ずふるいにかけろということなんですね、はい。先生、どういうことですか。そうですね、あの土がですね、ゴロゴロして大きな塊があったりしますとですね、そこに種が落ちると、そこからですね、水が吸えなくなっちゃうんですね。なのでですね、上1センチぐらいはですね、ふるいにかけて細かい土でムラなくしていただきたいなと思います。なるほど、はい、上2センチぐらいだけでもいい、はい、そうですね。わかりました。さあ、続いて種まきですが、下からこう水が染み出してくるくらいたっぷり水を、そうで
最初は水が大切なんです。たっぷりたっぷりまず水をかけて、はい、そして種は何を選べばいいでしょうか。ホームセンターなどですね、すでにこういろんな野菜がミックスしたものが売られてますので、ね、こういうものを使うとですね、一度にいろんなサラダができて、一種類じゃないってことですか。そうなんです、混ざってる。あ、いいですね、これ。いいですね、はい、本当だ。これとミックスのいろんなものが出てくるんですね、はい、さあ、そして巻き方にも大事なポイントがあるそうですが、はい、種は2センチ間隔で巻けと、はい、いうことですね。そうなんです。ちょっと B 型には辛い作業なんですけどね。そうなんですか。種をですね、巻いてっていうとこうパラパラっと巻いてしまうんです、はい、どうしても巻きすぎちゃうんですね、はい、そうするとごそっと出てきてですね、その後間引きっていう余計な手間がかかっちゃうんですね。渋滞しちゃうんだよ。そうなんです、で最初から2センチ置きに巻いておきますと、本葉2枚ぐらい3枚ぐらいまでですね、間引きをしない、いきなりこう収穫しながら間引き兼ねた収穫ができるということなんですね、最初が肝心なんです、要するにきちんと間隔を空けて育てたらこうなるということですね。そうですね、こういうふうに途中間引きせずにこのぐらいまでいきますので、そしたらもう収穫です。素晴らしいですね、さて、ここまでいったらゆかいさんの方が何かもしそうですやられてますか、ゆかいさん、これほら日に当たるところにこう置くじゃないですか、はいはい、うち子供がね、日に当たるところはこう遊んじゃうんだよね。ああ、なるほど。だからもしかして日に当たらない場所で、はい、よく聞いた話なんですけど、はい、LED を当ててこう育てるって、はい、できるんですか。そうですね、 LED でも蛍光灯でもいいんですけど、日が当たらない場合はそういうの当てて、かつですねアルミホイルなんかでこう囲っていただくと、植物が LED で育つんですか、これ。そうですね、すげえな、できるね、みんなね。できますね。じゃあこれも実は蛍光灯で育つ。そうなんですか。でアルミホイルで囲っています。緑になるんですか。セミナー小さい子で食べたいって言ったら蛍光灯でも食べるの味は一緒ですよ。あ、味は一緒です。美味しかったですよね、ジョエリーに。そうですね、味違うんですか。いや味はまあ一緒でしょうね。一緒じゃない。さあ、そして発芽のポイントなんですが、発芽温度が20度くらいということなので、上から土をかけた後芽が出るまでは室内に置くんですよね。そうですね。毎日霧吹きで水をあげて、早ければ2日ぐらいでもう芽が出るそうなんですね。あ、いきなり外はダメなんだ、じゃあ冬は。そうです。そういうことですか。温度が必要なんです。最初だけ室内に置いて芽が出たら透明のビニールなどをかぶせて、ベランダなどの日が当たる場所か、もしくは室内に置く。今日からできます。そうですね。そしておよそ3週間で収穫できるようになりますので、先生がおっしゃったように今日始めればクリスマスの時期にパーティーシーズンにね、はい、間に合うということです。すごいわ。いかがですか。いや、もうね、早速やりたいね。もうセリナでもできるよ。これだったら。そうそう。これ3週間毎日お水あげるんですか。土の表面が乾いた時だけお水あげてくれる。あげすぎはいけないんだね。あげすぎ、はい、難しいな。いや、そんなことないよ。シュッシュッシュだから。毎朝ってわけじゃないんですか。じゃあ毎朝やらなくて大丈夫。見て雰囲気と土とのあれだよね。そうです、いい環境。じゃあ毎朝見に行かなきゃいけない。見てあげてほしい。見に行くってだから部屋に置いてくれるんだ。部屋でもいいんですか。いいです。目入れるまでは。そう、目出た後は外ですよね。目出ても大丈夫です。直射日光が当たればいいんですけど、当たらないところは蛍光灯とかに使って。なるほど。ベストコロナ、はい、これ皆さん発売中でございますね、皆さんぜひともチェックの
本よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、水まんじゅう食いながらね。水まんじゅう食いながら。もう食べるね。